小葉のトンボ草は、卵化連れ詐欺続属の地性の多年草。根は一部が、防水型に飛行する。茎は単一で直立し、高さは20から40センチメートルになり、繊細である。葉はエッコき、光線形で、長さ3から7センチメートル、幅5から15ミリメートルになり、基部は茎を抱く。その上部に、非神系の鱗型葉が数個付くがあまり目立たない。 火器は6から8月。炭鉱緑色の花を数コマバラに、花女の一方にやや偏ってつける。巣とは皮新型で、脂肪より短い。背学片は、卵形で、長さ2から2.5ミリメートル。側学片は長大円型で、背学片より少し長い。側多弁は、社長大円型で、背学片よりやや長い。心弁は、絶帳で、やや肉質。 長さ2.5から4ミリメートルになる。巨は長さ12から18ミリメートルになり、普通後方に跳ね上がる。随中は短く、薬室は平行して接する。北海道、本州、四国、九州に分布し、山地帯から鉱山帯の日当たりの良い湿地や湿った草原、海岸湿原などに生育する。本種と長場トンボ草は、 プレーテンセラティップロズのアッシュとされるが、ピーティップロズの回分類とせず、独立種プレーテンセラニッポニカとし、その基本種及び変種とする見解がある。和名、学名はイストによる。ありがとうございます。